レッスル1を席巻する傍若無人のヒール軍団デスペラード。あーさらにニードロン入ってくるだけ。河野正幸、レネ・デュプリ。デスペラードは秘密裏に DNA のトップレスラーサモア・ジョーと結託。ヘビー級の肉体からは想像のつかない俊敏さを見せる超人を味方につけた。そしてデスペラードが狙う標的はプロレスリングマスター武藤敬司。その名を知らぬ者はいない世界最高峰のスーパースター。パートナーには DNA が誇る筋骨隆々のパワーファイターロブ・テリー。そしてまだ明かされていない X。 強力なパートナーを得たデスペラードに対抗する X の正体は、それでは両チームの入場です。さあ両サイドからゆっくりと両チームが入場してまいりました。武藤組は、X という選手が1人含まれているので現時点では2人ということなんでしょう。入場してまいりました。どうぞ、皆さん席の方にお着きください。また何かこのスタジオの空気が変わったという印象を受けます。それではここで皆様から、報道陣の皆様からの質問を受け付けたいと存じます。質問がある方は会社名そして、お名前を、おっしゃってからどうぞ質問お願いいたします。ございますでしょうか。どうぞ。はい、今マイク持ちます。週刊プロレス市川と申します。武藤さんお聞きしたいんですけども、この一戦にあたって先日大阪大会だと思うんですけど負けたら引退をかけるという発言もあったんですけど、その点に関しては今の気持ちというのは、今更なんですけど、このもう負けたら引退、引退というのはもう常にもう365日も脳にもう組み込まれて試合してますので、まあ明日はですね、去年引退した小橋がまた復帰したくなるような試合をしたいと思っております。その他質問はいかがでしょうか。お願いします。東京スポーツの大島と申します。河野選手に伺いたいんですけれども、その大阪大会で、武藤が邪魔だと、引退しろという発言があったわけですけれども、それだけ邪魔な存在になっているでしょうか。邪魔っていうか、なんていうの、結局たまにだけ試合して、なんで美味しいとこだけ持っていく、これ毎日頑張ってる俺たちにとってはね、邪魔以外の何でもないし、でやっぱりね、でっかいビッグショー相撲アリーナ両国で、それなりのマッチメイク組んだからいいんじゃない、記念に負けたら即引退スペシャル、潔くで、俺ら3人が引退試合の相手を務めると、こんな感じかな。他に質問ございますでしょうか。ございませんか。先ほど、武藤選手、もう一度マイクを渡します。はい、もう武藤さんお聞きしたいんですけども、パートナー X がいるんですけども、 X に関して現時点で何かヒントらしきものあれば お聞かせください。ヒントです。今言えないから X だろ。言える範囲、もしかしたら俺以上にそのプロレスの、歴史というか伝統を背負ったレスラーの一人かもしれないですね。はい、今明かすことができる範囲でのヒント今いただきましたけども、その他質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。小林さん、先ほど武藤さんから、はい、武藤選手から、小林さんへのメッセージと言いますが、
触れましたけどもね、はい、改めてどうでしょうご自身としては。そうですね、それぐらい熱い戦いを武藤さんには期待しますね、はい、まあ、タッグあるいは、ね、戦ってといういろいろ感じた部分もね、はい、ある選手だと思いますけど、はい、小林さんならではのそんな、思いというのもあるのかもしれませんが、はい、さてそれでは、ご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。では写真撮影に参ります。どうぞ前にお進みください。さてプロレスアナリストの新井さん、はい、自分よりもプロレスをという先ほど X についてヒントがありましたが、ね、これ果たして誰なのかというのが誰なんですかね。本当楽しみなんですけれども、この X という存在が、まあ、X っていうのはレスルマンにとって魅力の一つなんですけどもね、はい、その X の選手がどれだけ武藤選手を援護できるかによって、うん、対デスペラード軍に対してのね勝敗っていうのが見えてくると思うんでね、X のかかる比重っていうのは非常に大きくなると思いますね。信頼しているからこそ、まあ、名前は伏せてありますが今回タッグ、ねね、パートナーということで、もうそう本当にもう信頼できるパートナーをもう決めてるんだと思いますね。小林さん、ただこのタッグマッチ他のメンバーもそうそうたるそうです、ね、メンバーですからね。やっぱり相手方にいるサモア・ジョー選手、はい、ありがとうございます。この後小林さんにもまたお話伺います。緊急会見まだまだ続きます。